16分15メーター、高さ3メーター、入れるね。この古墳群はね、入れるとあんまりないんだけどね。まあ真っ暗やな。大きいね。重たる大きいやね。あらあら。高っ。これほら、明るいとこしてあるんだけど、それも暗いな。スマホでどれぐらい明るいの？ついてねえの。ああ、ちょっと明るいか。ああ。これは思ったより大きいね。これ昔入ったんかな？どこ記憶ないな。ほら、スマホ結構明るいね。スマホのライトでも高さが2メーター50ぐらいあるな。まあ石組は細かい石やからだいぶ古いかなこれ、奥も1、2段、3、4段。まあ野面やなこれ。まだ加工ほとんどしてないね。どこですか、こんな中広がったんかね。昔々か、何十年前、何十年前かな、入ったん。広がったんですが、びっくりしました。B16、5分、で15分、14。こう行ってみようか。これは履いた記憶あるんだけど、こんな、こっちの裏は履いた記憶ないな。これはえらい入りにくいぞ。あらら。あらら。あらら。あら、こっちの方が綺麗やな。2メーター50、高さ。おぉ、こんな綺麗な石の加工してあるのが前のところでだいぶ違うね。こっちはあんな古いかね。天井石もね、1枚、2枚、3枚、持ち送り。おぉ、すごいすごい。ここはいらんな。ここはライトいらんね。見えますわ。1段、2段、3段、4段か。横もね、大きな石を使ってくれてるけど、1段、2段、3段、まあ、3段、4段か5段か。こっちも大きな石や。1、2、3、4、5、5段、6段じゃそこか。あれがね、天井石のやり方がちょっとわからへんけどね。1、2、3、4枚。3枚とか、これ持ち送りになってるな。おぉ、はいはい、こんな、この中初めて入りましたわ。はいはい。狭っ。狭い狭い。あらら。いや、それだ。おお、あれ巻いてるかね。なるぞ。まだこの炎が入りやすいね。これは1メーター5、60しかないか。もう、まあ、野村組やけど、ちょっとだけ削ってくれてはりますけどね。持ち送りやけどね、ちょっと怖いの怖いね。下の方はね、ぐらぐらするような感じだし。これはやっぱちょっとね、危ないかな、もう。ブラブラってきたら、
崩れるかもしれんね。あの、よしよし。3基。もう階段になってるの。ここは降りるの初めてやな。あの、石棺があるのがあるんだけどね、あっこ行くんやろな。なんですって。火炎岳、火炎岳。どこあんの。あ、これは天井がないんだ。これはまあね、奥行き8メーターか7、8メーターあるんだけど、天井石がないか。ああ、なるほどね。ちょっとね、小ぶりは小ぶりだけど、硬そうでやね。上の方の信号はほとんどがもう天井しかないからね。お、ここ天井しかあるかね。ここ袖見当たらんかね。ああ、天井しかある。ああ、綺麗に積んでくれてありますよ。ちょっとあの、この石だけがね、飛び出しとるけど、飛び出します、一個だけ。ちょっと古いかな。じゃあかなりね、これは整形してますわ。ね、あの最初のやつはあんまりしてなかったけど、これちょっと整形してると新しいかな。天井石が2枚乗ってますけどね。これは墳丘はどうなってんだ。墳丘は分からんか。山の上やからね。山の上やから何とも言えんか。こうか。こうやから、20メートルぐらいの雰囲気かな。そんな感じか。よっしゃ、行こう、次。お？何も見えんがね。あ、これね。もう、上上がったほとんどこんなやな。大きな石がいっぱい積んであるんだけどね。ちょっと小ぶりの石室でございますけど、石棺がね、どっか一基だけ入ってるのが、これ何だ今の。え、今の飛び方は何だ。あ、鳥やな。鳥でございましたか。あの鳥、なんという鳥でございますかね。ピャッと飛んだので、すごい飛び方やね。ここじゃあねんな、一気な。もうね、小さいけど、あの石は残してくれてるよね、石室の。これやな。これ大きいやろ。これも見た感じやったら、あの奥まで言うたらな、20メートル以上あるんだな。ここに石棺あったんじゃなかったかな。ここだけやったな。いっぱい見たけど、石棺、あの石棺が残ってるのは。B 中、B 何 ?B 95分と石棺、ほら石棺やん、ほら。残ってますね。天井石がないのがね、ちょっと残念やけど。6世いきます。え、なになに、石棺は復元かね。残念。なんだ、復元だったんか。復元でございましたか。片袖かね。はい、まあ、高さがあれ、あっこまであるじゃんったら2メートル50以上あったんやろね。はいはい、復元でございましたか。ここを来た時にね、スマホをどっかで落としたんですよね、帰りに。おお、大きな椅子買ってくれてるかね。
さあ、片袖でございましたか。はい。どうでしたか。残念でしたね。一回ありましたけどね、復元でございました。残念でございました。これね、なんて書いてあるの。石の棺を復元しています。このような形の石棺を、まんま石棺という、まるまる石棺、何石棺っていうんやろ。まあ普通はね、家型石棺っていうんやろけど、どうなんだろう。それでいいか。長く毛が残ってるから、家型石棺にしておきましょう。よっしゃ。BC 軍か。昔こんなやったよね。この時は知らんな。もう、やぶなったかな、わしら来たんですよ。2000年ちょっと前。1900年、1990年前後やったけど。やぶになってました。ここに思い切りあんねや。これはもう天井ないんだろう。ないな。BC 軍7号墳。直径12メートルの円墳。あ、これがちゃんとほら残ってるわね。片袖でございますけど。あと時間があれば2、3箇所回るけど。あ、ここにもあるんだ。ここに大きな石碑がありました。これ大きいね。これも7、8メートルありますよ。さっきのやつすごかったね。だからね、この現実の方が大きいから、この上の天井石がものすごく大きい方がいるんでね、大変なんですね、作るときは。お、片袖でございます。ね。天井はちょっと小さいで、ね、天井石できるけどね。はい、ありがとうございました。石塚古墳の BC 群でございました。上からどうぞ降りてきましたけど。